こんにちは、ゆきです。本日はですね、奈良の方に来てます。もうですね、見てください、もう天井、この抜け感、おしゃれ、なんかもうアートを感じますよね。今なぜ今日ですねここにいるかっていうと、今日はですね、ことかさんというお店図鑑になります。私ね、1週間コーデだったりとか、今履いてるこの靴がことかさんの靴で、こちらをね、今オンラインの方でしか取り扱いがちょっとなくて、お店図鑑の方でぜひ皆さんにご紹介したい靴だったので、ことちゃんにちょっと調べてもらいました。こちらの奈良の蔦屋書店さんの方の2階のブースですねの方で試着ができるということで、こちらにねやってまいりました。ことかさんのディレクターにあたる鈴木さんにナビゲートしていただきます。皆さんね、すごくねもう紳士でダンディーですね。ね、ここともう一箇所奈良っぽい場所を用意しましたので。あ、そうなんですね。あ、私も楽しみです。ちょっとことちゃんが別のところも用意してくれましたので、皆さん今日は奈良編を楽しんでいただければいいかなと思います。それではことちゃん行きましょう。はい、いらっしゃいませ。お久しぶりです。お久しぶりです、はい、鈴木さん、ありがとうございます。わざわざ奈良まで。とんでもないです。今日も素敵です。ありがとうございます。皆様、はい、オープニングでご紹介させていただいた、ことかディレクターになる鈴木さんです。はい、鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はことかさんのブランドをナビゲートしていただきます。もう、ね、本当に素敵ですよね、はい、よろしくお願いします。今日も空いていただいてありがとうございます。とんでもないです、はい、すごく履きやすくて、あ、よかったです。履きやすくてファッションに取り入れたい靴なので、皆さんにご紹介していただきたいなと思い、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは早速なんですけど、ことかさんのブランドコンセプトっていうのをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ことかっていうのは、ここにあるように新しい奈良の革靴ってあるんですけど、実は奈良って革靴の産地でもあるんですよね。でもそのことは奈良の地元の方でさえほぼ知らないので、奈良にそういう靴作りがあるっていうことを知ってほしいっていうところから始まったんです。日本の建築とか、例えば一輪挿しだったり、そういうこうインテリアにおいてはすごくシンプルで簡素ですよね。すごくデザインはシンプルなもので、あんまり縫い合わせをしないものが多いです。で、履いていかがいくほどやっぱりシワとかが味わいになるような、そういう靴にしたんです。なるほどですね。でもね、気になってしょうがないですもん。はい、ぜひいくつか履いてみてください。はい、はい、じゃあ早速いきましょう。はい、はい、レディースの靴は女性の足に合いやすいようにちょっと細めの木型で作ってます。デザインがちょっとメンズとレディースで違ったりするものもありますが、まあイメージは大体同じ感じだと思います。今私がこの履いてるものはこちらですね、はいはい、アスカホールカットっていう方なんですけども、まあ、これも1枚の革で作られてます。サイズ展開っていうのはことかさん、レディースのサイズは22センチから 24.5 センチまでなんです。これもすごい可愛いですね。そうです、はい、これはこういうタイプはちょっとスポーツシューズ由来の昔 の, 競技用の靴とかアスレチックシューズのようなものの、はい、デザインを踏襲しているものなんです。そうなんですね。なのでちょっと古風なデザインだと思います、はいはい、ね、なんかおしゃれですよね、うん、もう履いてみました。ね、すごい新しい感覚です、うん、もっと硬いと思ったんですよ、はい、履いてみたらこのフィット感と先ほど言ったその包まれてる感じが、はい、うん、革ならではの弾力性というかしなやかさがあると思うんですよね。で、特にこの革って面白い革で、はい、兵庫県の辰野で作ってるんですけど、はい、革によくその柔らかくしたり水に対する耐性を高めるためにオイル入れるんですけど、はい、これはオイルじゃなくてロウを入れてるんですよ。ロウ、ワックスですよね、はい、でなので水を結構弾いて水に強い革で、はい、履くと体温だけでもロウがちょっと柔らかくなるんで、革が柔らかくなるんです。
そうなんですか。でまた履かずに置いとくと少しもちろんあのだんだん履いていくと革自体馴染んで柔らかくなりますけどそれとはまた別に、はい、履いてない時はちょっと硬い張りがある、はい、でも履くと柔らかいっていうそういう革で、はい、水にも強いので雨の日でも何もしなくて大丈夫。あ、そうなんですか、はい、防水スプレーなしで。防水スプレーはね、その代わりこの革の場合は防水スプレーはかけない方がいいんですよ。あ、そうなんですか。表面のロウを溶かしてしまうんですよ、はい、ですから防水スプレーかけるとちょっとその部分が色が明るくなってポツポツっとシミになったり。やっぱり、ね、一つずつ特徴が違うから、そうですね、そのレザーのそれをやっぱりこう、はい、お聞きするって、はい、やっぱ違いますね。今日雨でもちょっと履いていけるっていう、はい、そうですね。こういう、まあ、厚手の革っていう時点で、はい、結構その、まあ、革自体は濡れるかもしれないけども、はい、中に水を通さなかったり、はい、あるいは濡れても乾いたら、はい、あのそんなに仮にお手入れそんなにしなくても大丈夫だったり、はい、暑いっていうだけで革って強いんですよね、はい、まあ、タフにできているので雨がに当たったり傷が入ったりしても、大丈夫ですし味も出るっていう。ありがとうございます。これちなみにカラーバリエーションっていうのは、2色になりますか。2色ですね、はい。まあ、これブラウンっていう革あの色でそれがキャメルなんです。で、まあ、これ見ていただいて分かるようにコトカで使ってる革って全部が全部じゃないんですけどかなりその革が自然に持ってたりその革を作るときにできるこういうシボとかっていうのを伸ばさずにそのまま生かしているものが多いんです。自然なこう肌目があってでなおかつこのラインはですね動物が生きてた時のシワなんです。でそれもそのまま消さずに生かした革を使ってるんです。なるほどですね。じゃあオンラインでチェックした時もその時同じものじゃなくて各もうそうですね一つ一つはやっぱりちょっと違ってくるので、はい、まあ、お選びいただくことはできないんですけどもでもまあその分楽しみにしていただいてでつるっとしたものもあればこういう脂肪が入っているものもあって多分どっちもすごく素敵なんですよね。革の本来持ってるまあ、個体差も含めていろんな表情を楽しむようにそこもあまりその手を加えすぎないっていうそのコンセプトで選んでます。確かに、はい、先ほど鈴木さんが言ってたやっぱり素材を生かすっていう、いうところに、はい、すごく、ね、共感を得ますよね。こっちちゃんこのねこっちのね脂肪幅もちょっと気になってるので、はい、鈴木さんこれも履いてみてもいいですか。はい、履いてみます。はい、これはね先ほどのものと同じ木型で作ってるので中の形は似てるんですけども革がだいぶ違うんです。でこれはしっかり揉んでオイルを入れて柔らかくした栃木レザーなんですよ。なのでこれは最初から柔らかいと思います。確かになんか、ね、柔らかさが、ね、伝わってきます。本当に足元から。あ、これも可愛い。もう明るいこういうキャメルの色ってすごく綺麗ですね、はい、デニムとの相性もすごく良くて。そうですね、はい、でそれも1枚の革でできているのでまあ、足が1枚の革に包まれるような感じだと思います。なんかこう履いてみるとどっちも愛着が湧いてくるというかなかなかありそうでないなって思っちゃいます。デザイン的にはそれぞれこういうタイプの靴にあるデザインなんです。でもそれとこういう厚手の一枚革の組み合わせすごく自然な表情のある革との組み合わせっていうのがあんまりないんですよね。勉強になりますね。ちなみになんですけど琴川さんはオンラインの方では、はい、例えば一回履いてみてちょっとサイズがちょっと違かったっていう時に、はい、その対応っていうのは可能なんでしょうか。はい、サイズ交換はしております。あ、はい、なるほど。そこはね、はい、安心ですね。どうしてもやっぱりね、はい、サイズ交換しないと本当にジャストサイズに行き着けないケースもありますし、はい、サイズが合わないまま履いてるっていうのはあんまりこう、ね、商品にとってもいいイメージ得られないしお客様にとっても良くないので、はい、なるほどです。あと気になるところは今日奈良の方に試着させていただいたんですけど例えばこれは全国的にどこかでできるよっていう場所っていうのはありますでしょうか。はい、今のところ、はい、この奈良蔦屋書店さんと大阪に店舗あるんです。はい、阪急京都線の上新城っていう駅の近くにある野屋さんっていう、まあ、靴のリペアのお店なんですけど、はい、そちらにこういうコーナーがあります。で東京にも新橋駅の構内にあるファンズさんっていう靴の修理、靴磨き、あとはシューケア製品を販売してるお店なんですよ。で、まあ、そこに同じようにサンプルをこうやって置かせていただいて試していただけるようにはしております。
じゃあ、全国的に言うと3店舗で、今は3店舗ですね、試着可能という、はいはい、ご購入は、オンラインの方でっていうことですよね。そうなんですよ。なるほど、はい、ちょっと奈良に来て靴に合うといえば靴下じゃないですか。雪フィルムちょっと靴下の合わせて靴っていうのもやってほしいっていうリクエストもあったんですが、はい、ここから、ジャンプですね、はい、今から奈良っぽい場所の方にジャンプしたいと思います、はいはい、と一緒に飛んでいただいてもよろしいでしょうか、はい、一緒に飛ぶの、はい、はい、そうなんです、はい、分かりました。ありがとうございます、はい、せーのいや、ということで鈴木さんうまく着地できました。もう素敵な世界観すぎてとっても癒されております。ほっとするというか、もうね、ふーってなりますね。ということで、はい、じゃあ手前の、はい、これちょっとフェミニンな感じの、はいはい、これはね、都スリッポンって言うんです。都スリッポン、はい、そういう名前にしてます。ありがとうございます。それでは履いてみましょう、はい、私スリッポンって聞いたので鈴木さんちょっと不安になったんですよ、はい、すっぽ抜ける、はい、っていう不安さだったんですけど、はい、今履いてみて、はい、全然フィット感あります、はいはい、コトカってもともとメンズとして始まったんで、メンズをそのまま小さくして、まあ、それでも可愛く履いていただける形になると思うんですけど、それだけはもうレディース専用に最初から考えてデザインしたフェミニンなタイプのデザインなんですよね。でも同じ一枚革で裏地がないので、馴染んできたらとっても、はい、気持ちいいと思います。ぴったり合って、はい、とってもいいですね、はい、うんうん、意外とそのブルーと、はい、そのバーガンディが合いますよね、はい、合いますね、はい、いいです。履き心地もいいです。このカラーバリエーションというのは、はい、もう一つカフェっていう色があって、はい、落ち着いた感じのブラウンなんです、はい、ちょっと明るいブラウンですけど、赤みが少ない落ち着いたものがあります、はい、なるほど、はい、でもこうやって履けるとすごくいいですね。あとそのスリッポンのいいところって、ここの空いてるところがその靴下遊びができるっていうところが、そうですね、特にこのタイプはその履き口が大きくて、はい、見える部分も大きくなりますよね。そうですよね、はい、やっぱりこう靴を中心としてコーディネートすることもあるので、うん、遊びながらコーディネートするということもポイントですもんね、はいはい、そうですね。じゃあ次はもう全く違ったタイプのフィットのさせ方するこれに行きましょう、はい、これは一枚側サイドゴアっていうんですけど、はい、はい、じゃあそちらを履いてみましょう、はい、今先ほど、はい、鈴木さんにね、せっかくその奈良に来たんで、はい、その靴下屋さんに、四季さん、はい、四季さんの方にですね、はい、ちょっと靴下を買いに行ってまいりました、はい、こちらの3つをですね、これですね、ゲットしましたので、これでちょっと履いてみます、はい、じゃあどうしよう。どれも可愛いな、はあ、それ良さそうですけどね。これです。うん、あ、じゃあこれで行きましょう、はい、履いてみました。はい、ちょっとマニッシュな感じですね、はいはい、履き心地もすごく、はい、やっぱりそのサイドゴアなので、はい、もう完全にホールドされてるじゃないですか。甲の上の方でホールドしていて、はい、この靴は足の指のあたりに幅がある木型を使っているので、これに比べると甲もちょっとゆとりがあって、足指こういう風にゆとりがあるんです、はい、なので指先はすごく楽だと思うんですよね。確かにですね。それも結構こう革が甲の上の方まであって、革が大きいんですけど、それも1枚の革だけで作ってあるんです。あ、そうなんですね。でそういうタイプのそれぐらいの丈の革靴を丸っきり1枚で作るってとっても珍しくって、はい、で結構難しいんですけど、うん、まあ、やっぱり1枚の革で足を包むっていうのをなるべく実現したくって、それを作られてるこう7社のうちの1社のメーカーさんもちょっと無理をしてそういうデザインにしたと思うんですけど、なんで縫い目が全くないので。なるほど、やっぱりね、その縫い目がない分すっきり見えますね、はいはい、で靴によっては縫い目があると、はい、縫い合わせるところで革が重なるんで、ちょっとそこが当たりになるというか硬いイメージ感じがあることもあるんですけど、はい、縫い目がないとそういう部分もない、靴の中の段差もないので、はい、そういう意味でも履き心地が変わることがあります。なるほど、はい、ですね、次はちょっと違ったタイプのスリッポンです。 でもこれも1枚革で、もう全く1枚の革でできてて、他の子とかはこう裏に何にもつけてないんです。これはここの部分ステッチがあって、この履き口が伸びないように裏にちょっとこういうテープ状の革を縫い付けてます。
まあ、これはこのここの部分がこう皮が馴染んで柔らかくなって折れ込んだりしないようにっていうそういうつもりでやってるんですけども、まあ、その分こう伸びはないんですけども、あのもしぴったり合ってれば、そのこうフィット感は変わらないです。あ、そうなんですね、はい、なんかそのデザインだけじゃなくてその伸び防止のためにちゃんとここをこうするそうですね、このステッチは本当に伸び防止をしたかったので、はい、ついたものなんです。でも多分このお色とかすごい考えられてますよね、きっと。そうですね、で、まあ、こういうシンプルなタイプのデザインになればなるほど糸の色をちょっと変えるとイメージ変わって気づかなくてもパッと見ると何か違って見えるっていう、それぐらいの効果があるんですよね。あのこれはちょっと同系色の結構綺麗にあの合ってますよね。あとすごくなんかこう、はい、なんでしょう、ワントーンに抑えてるとか、またあのこのステッチが細かくされてるのでそこも上品に見える一つ の, あのなんかこだわりなのかなっていう感じま す,、はいはいすね、はい、コトカの場合はあの奈良の7社の靴メーカーがあの、まあ、一緒に開発して分担して作ってるんですよね。である程度例えばステッチの色どういう風にするかとかっていうのはそのメーカーさんにある程度お任せしてるんです。でも例えばステッチ の, あの糸の太さとかそういうものは統一してメーカーさんがそれぞれ工夫されて自分で一番いいと思われる糸とか、はい、あのフィットして見えるって感じですよね。なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこちらも早速、はい、履いてみます、ね、すごいね、あの靴と靴下がマッチするぐらい、はい、すごく季節感も出て、はい、やっぱ大切ですね。そうですね、はい、うん、秋色だし、はい、ちょうどあのこれからのシーズンに合いますよね。合いますね、はい、しかもなんか、はい、デニムの青とこの青とか、はい、ジャケットとか、はい、揃ってますね、はい、やっぱりなんかあの鈴木さんその靴のこともすごく考えられて、もう靴コーディネーターと言っていいほど、そのやっぱりそのおすすめしてもらったその靴下屋さんでその可愛い靴下を合わせて、やっぱりこの足元をいかにこうテンションを上げていくアイテムにもやっぱり近いかなと思って、見ててすごく靴も可愛いし、なんかこういいです、気分上がりますね。そうです、はい、コトカって全体的にデザインはシンプルなので、うん、はい、そのシンプルな分だけ、はい、まあ、靴下合わせやすいかもしれませんね。特に柄があるものとかって合わせやすいのかもしれないです、うん、すごくシンプルとは言えなんですけど、そのやっぱりデザイン性がちゃんとあるので履いてもきちんと感があって、はい、やっぱりその上品さもプラスされてくるので、うん、このやっぱシルエットだったりとかこのステッチ部分のその細かさだったりとか、そういう部分が多分その足元にこう出るんじゃないかなってやっぱり思っちゃいます、うんうん、ちょっと立って履き心地を、はい、ぜひ。あ、これも履きやすい、すごくすごい可愛いですね。で鈴木さんに今日その一緒にこうナビゲートしていただけると、はい、なんか靴だけじゃなくてそうやっぱりいろんなことを吸収できたというか、ありがとうございます、はい、なんかそう言っていただけると嬉しいです、はい、ありがとうございます。もうとんでもないです。もうでなんかね、琴ちゃんもお聞きしたいこととかないですか、せっかくなんで。1万円間はだからできるエイジングみたいなのが欲しい。そうですね、今日履いてもらった革3種類あるんですけど、3種類革のエイジングをお見せしてということで、今日履いていただいたあの靴って全部あのほぼ新しい、まあ、もちろん試し履き何とかしてるぐらいの新しいものなんですね。 でも履いていったらどうなるかっていうのが、まあ、分かる範囲で私があのたまたま自分で履いてるものをお見せできたらなと思うんですけど、この革はですね、そんなにこう革の肌目が凹凸ある肌目があるわけではなくて、これはこうスムーズでつるっとしてて、でその分綺麗な感じの、あの革なんですけど、履いていくとこういうこうシワが入って、でうっすらとこの、あの当たりがあるところなんかはうっすらと色が薄くなってきたりするんです。でなんでまあそういうこう色の、あの濃淡が出たりこうシワなんかも、あの楽しんでいただければ、あの履いていて、ね、味わいを深めて楽しめると思うんですね、はい。でまあ、こうやってこうちょっと白っぽくなったところが気になるようだったら、はい、このバーガンディの色の靴クリームがありますの で,、はい、でそれをこう薄く塗っていただいて、ブラシなんかで磨いていただくと、はい、こう ちょっとまた綺麗になります。なるほど、はい、あのお手入れ全般なんですけど、その多くの人は皮ってあの油分を補給してあげなきゃいけないって思ってらっしゃると思うんですけど、こういう厚めの革だったらそんなにそれをやる必要はなくて、その代わりやっていただきたいのはブラッシングなんです。
まあ、極端なことを言って毎日履いて外に出て家に帰ってでブラッシング本当にさささっともう10秒でいいからやってもらえればあの汚れの付着もないし結構変わっていい感じに保てる。でそれをこうあのやってればそんなにこうしょっちゅうお手入れする必要があるものじゃないんです。あ、それでねやっぱお手入れできるといいですね。そうですね、あの奈良の靴ウェブサイトっていう中にコトカのページがあるんですけど、はい、そこにお手入れの動画をあの年末ぐらいまでにはあのアップしようと思ってますので、はい、ぜひそれ見ていただければ、はい、本当に簡単だっていうのも分かっていただけると思います、はい、楽しみにしてます。そうですね、はい、動画で見ると一番分かりやすいですよね、お手入れも、はい、であとあのお伝え書店で履いていただいたこのタイプ、はい、この柔らかいオイルが入った栃木レザーですよね、はいはい、でこのタイプはあのこんな感じであの経年変化というかこれ結構履いてるんですけど、はい、あの最初の数週間でこういうシワが入っていっぺん入ってしまうとそこから先はあんまり変わらないんですよね。あ、はい、で特にこのタイプはあの指先と甲周りにゆとりがあってでゆとりがある分こうシワがちょっと深くなるんですよね、空間があるから。で、まあ、こういう感じ の, あのエイジング、まああの人によっても違いますし靴一つ一つで微妙に違うんですけど、うん、あのまあ、これがこうしばらく履いてこんな感じになるっていうエイジングですね。なるほど。でこういう大きなシワが入るとだいぶ、はい、あの最初の時とはイメージ変わって、はい、でより革らしくなるし革のしなやかさとかそういうものを感じるんですよね、うん、なのであの、ね、こういう経年変化するととっても、はい、まあ、愛着も湧きますし面白いと思います。そしてもう一つ今私が履いているものがさっき履いていただいたこの革なんですよね、はい、でローが入ってて、はい、でちょっと肌目が少しある。でこれはね結構濃いネイビーの色なんですけど、はい、あ、これブラックじゃなくてネイビーだったんですね。ネイビーなんですよ、はい、ちょっと脱ぎましょうか、ね、なんか私そのネイビーの経年変化って見たことなかったかもしれないです。ブラックとかね、うん、だったんですけど、ネイビーは、はい、あの革を青系の染料黒系の染料で染めるんですけど、はい、いろんな色の染料の中でも赤と青って結構抜けやすいんです。でネイビーの青の部分が少しずつこう色が変わってくることがあって、はい、そうするとちょっと緑がかるんですよね。もうそのネイビーの経年変化っていうのもなんかいいですね、はい、その色が少しずつ変わってくるのも結構、うん、あの面白いですよね。色が微妙に変わってで、ね、革の地色があのさっき の,、ね、そ の, はい、あのバーガンディのやつが見えてきたりとか、うん、ネイビーの染料がこれは本当にゆっくりゆっくりとしか進まないんですけど、はい、何年か履いてるとちょっと緑っぽくなったりとか、はい、でそれはそれでなんかその履いてきた方の歴史の一部なので、はい、楽しめると思うんですよね、はい、なるほど。でこのタイプの靴のエイジングの仕方、はい、まあ、あのこういうシワが入ったりこれがあの明るいキャメルのものもあのスニーカータイプのものを履いていただきましたよね、はい、オリンピアンっていう靴なんですけど、はい、であれなんかこうシワが入ったところが色がちょっと濃くなったりするとそれはそれでまた木の肌みたいな自然なイメージですね。あ、そうなんですね、はい、靴も生きてるからそうですね、自然のそれで変わっていく、うん、カラーものの変化ってすごく人のそれぞれで変わっていくじゃないですか、はい、そこもねやっぱりチャレンジしていきたいなっていう風に、うん、面白いと思いますよ、うん、本当にご自分だけの結果だと思うんですよね、うん、なんでこうそういうものが味わえるととってもあの革製品って面白くなるし、うん、で革の天然素材としての良さっていうのがあのそういうところでもあるので革製品に関するこういろんな世界が広がってくるんじゃないかなと思うんですよ。オンラインサイトだけでは分かりにくい情報がやっぱり体験して、うん、子どもにも履かせたくなったりとか、うん、年代関係なくなんかこう履いてもらいたいなって思う、うん、こう上質なそのレザーなので、うん、やっぱりそういったところの、ね、こだわりがすごく履き心地にも出てきますね、うん、はい、こういうところに来て感じるようななんか落ち着きとか落ち着いた感じがなんか、はい、あのすごくリラックスできる、うん、心のふるさとみたいな、はい、そういうものを目指したのでなんか履いていただいた時にそういうこうなあの、ね、おっしゃっていたような誰にも履いてもらいたいとか、はい、でそあの進めたいっていうのはそれからそれと通ずるものがあるのかもしれないですね。そうですね、はい、基本的に EC サイトですね、はい、毎日検索したら
奈良の靴で検索していただくと、コトカだけじゃなくて奈良の7社 の, あのメーカーさんが作られているものも紹介しているサイトがあるんですね。でコトカ専用のページがあるんですけど、でそのコトカの専用のページから EC の、あの別サイトなんですけど EC に行けますので、奈良の靴で出てきまし ました、はい、コトカさんですね、はい、かわいいですね、はい、こちらから、そうですね、今日履いたアイテムも、そうですね、あのあとあの多分この上に、はい、あのメンズとレディースを選べるところがあるので、はい、レディースを選んでいただくと、はい、あのより探しやすいと思います。ああなるほど、はい、これですね私が、はいはい、タップしますか、はい、はい、あ値段もちゃんと出てきて、はい、可愛かったですね、はい、はいはい、でここから通販サイト別サイトになっているので、はい、購入はこちらからっていうボタンを押していただくと、あこうですね、はい、まあ、通販サイトにで、まあ、写真もいろんな方向から撮った写真、まあ、当然ですけどあるので、はい、あでもここにね残り在庫書いてるので、はい、残り在庫少ないものとか、はい、在庫はたまたま切れてるものもあるんですけど、はい、その場合はまたちょっと待っていただくと、はい、入ってくるので、そういう場合は入荷通知、在庫切れ商品の場合は入サイズの場合は再入荷通知を受け取るってここを押してもらうと、はい、メールが届くようになります。帰りのね、はい、新幹線で、はい、奈良のね海を浸りながら、そうですね、見てみたいと思います、はい、またぜひゆっくりご検討ください。ありがとうございます、はい、本当に今日は、はい、とても楽しかったですね。いやありがとうございました、はい、なんか今日リラックスしちゃってあんまりこう、はい、コトカのアピールできてないんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、まあ、まあいいかなと思ってます。もう十分私もすごく体験できましたし、ゆきさんに会えていただけたので、はい、いいかなって、あ、はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、またね私たちもなんかこうコトカさんのアイテムがすごくねちょっとこう本当に勉強になったことあったのでちょっと楽しみに、そうですね、はい、本当試し履きの場所が東京大阪にしかないので本当に他の地区の方、はい、申し訳ないんですけど、はい、でももし首都圏ですとか近畿のにいらっしゃる方であれば、はい、東京大阪奈良に試し履きできる場所がありますので、はい、ぜひ試していただいて、はい、まあ、いろいろ見ていただいて履いていただいてってしていただければ嬉しいですね、はい、そこもねやっぱり素晴らしいですよね。なんかちゃんと履いて着用が必要っていうことを言ってくださったからこそ、やっぱそこはねやっぱりこう信頼というか、そうですね、やっぱりこう、うん、何でも大丈夫って言ってしまうと、はい、お客様やっぱそこでやっぱりこう悩まれてたりとか、うん、本当に履きたいと思う方たちのことを書いて言ってくださってるので、まあなんかね、はい、そのまあ本音で思ってることをそのままこうお話したんですけど、はい、こうちょっと迷いもありますけど、でも本当のところはやっぱり履いた方がいいのは間違いないです、うん、でもちろんなんかある程度こう自分のサイズ これぐらいかなって絞り込めたらサイズ交換もできますから、はい、まあ、もちろんこう試し履きだけ室内でしていただく状況だったらサイズ交換できるので、うん、でまあ、ご利用いただくのがいいと思うんですけど、本当は履くのが一番いいですよね。そうですね、はい、でも試着がねもう一回試してもし合わなかったらできますからね、はいはい、皆さんねぜひコトカさんのホームページの方も、ね、チェックしてみてください。よろしくお願いします、はい、それでは皆さん、さようなら。